YouTube をご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。ボイズボーイの福井智也です。ボイズトーク11回目ということで、今回のね11回目はなんと2022年新年一発目の、放送となっております。皆さん今年もいい年にしましょうね。ということで、この番組は僕たちの楽屋裏トーク的な、ここでしか聞けないボーイズトークをこっそりお届けしちゃおうという番組です。メイン MC は僕、福井智也です。よろしくお願いします。いやー、すごいな。なんかもう2022年ということでね、もう時間が経つのが早すぎる。特に2021年は僕めちゃくちゃ早かったかもしれないですね。なんか感覚としてはこのね20僕今4、もうすぐ4なんですけど、この24年間でね一番早かったんじゃないかな、去年。ということで、多分今年はさらにそれを更新するスピードで、まあ早い時間が過ぎるのかなと思うんですけど、まあ充実したね1年を過ごせればなと思います。で、今回なんですけど、今回はね、今日来てくれる2人っていうのは、まあ、僕と一緒に暮らしてたことがある2人なんですけど、ただ皆さん的にこの2人の絡みっていうのがね、あんまり見たことがないんじゃないかなと思って、ちょっとね僕自身もワクワクしてます。ということで、感想はですね Twitter でハッシュタグボーイズトークでつぶやいてください。さて、毎回2人のメンバーを呼んで、普段グループでは見えない意外な2人の関係性に迫っていくのですが、今回来てくれたのはこの2人です。こんにちは。あけましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ボーイズボーイの石橋ひろきと田中智博です。いやー来たよ声でけひろき声でかいわ。そうよな、やばい、今日ちょっと抑えめで喋るわ。キンキンしてるわ。やばいね、やばい、この声量についていかないといけないのか。いやいやいや、ついてきついわ。違う違う違う、スタッフさんが頭抱えてるもん。ついていかんでいいのよでもね、この二人っていうのは結構ね、うん、皆さん的にも意外なんじゃないかな。そうなのかな、ね、でもね、うん、実はね、結構そのレッスンとか、すごい昔とか、ずっと一緒にやってて、結構俺的にはもうダチって年上だけどね、一応トモヒロどうなの。そう、でもなんかそのレッスンもそうだし、なんかその裏とかそのミーティングの時とかも意外とちょいちょい喋ってたり、結構喋るの。そうなんや。でもこの間スタッフさんにも、二人ってなんかあんま絡まないよねみたいな。あ、そうよね。そうそう、だからあんまり俺とヒロキとか俺とトモヒロっていうのはさ、まあ、ボーイズを知ってくれてる方やったら一緒に住んでたっていうのも知ってると思うから、まあ割とさ関係値がある感じはするけど、ただひろきとともひろっていうのはあんまりね、そういうのね、そうお届けできるのが、まあ、ボーイズトークの醍醐味ということで、ありがとうございます。このボーイズトークが終わる頃に本当に2人がそのレッスンとかちゃんと喋ってたのか、もしくは、そう今そう言ってるだけなのかっていう、してきたからっていうのがバレますから、その手で行こうっていう、ちょっとね気をつけてください。はい、ということで早速ですけど最初の企画に行ってみましょう。このボーイズトークではですね、毎回ゲストに来た2人、このボーイズトークではですね、毎回ゲストに来たメンバー2人に、自分たちがユニットを組んだらこんな名前をつけるという架空のグループ名をつけてもらいたいと思います。じゃあまずね、そのグループ名発表してもらいましょうか。じゃあ僕が代表していいですか。あ、OK です。行ってください。僕たちのグループ名は、はいはい、チーム東大です。イエーイ。いやーもうねー、いやいやいや待てよ、これしかないよ俺らは。嘘つけよ、うん、お前友博の要素しかないよいや俺も今聞いたんよ。そうだね、伝えてなかったの。一回言わせてって。あ、言う、あれか、2人で決めたというよりかは各々で考えてきて、あ、じゃあ智弘も考えたやつ一応あったんや。一応あったんだけど、俺のが気に食わなかったら智弘君言ってください。じゃあちょっと一応そっちも聞いといていい。僕たちのグループ名はおガリとデブです。あ、うまいな。でもうまいか。いやいや、うまくはないやろうまくはないやろ。ガリとデブか、ちょっと、まあまあ、パワーバードすぎるな、それは。フィーチャリング東大とかにしよう。ガリとデブフィーチャリング東大で智弘の要素7割に減ったな。あ、そうなんや。でも確かにね、ボーイズトークを聞いてくださってる方で、まあ、初めて知ったっていう方ももしかしたらいるかもしれないですけど、智弘がね東大生ということで、いやすごいね。今現時点で東大生やな。そう、いまだに東大生やずっと東大生だよね。だから入ってきた時から今までずっと東大生やね。ずっと東大生、ね、気づいたら7年目ぐらい。あ、7年ぐらい東大生ですって言って本当にすごいね。本当にそれもそれですごいよ。6年目か。6年目か。いやでももうすぐ今何年生。今3年生。3年か
じゃあ来年の春に卒業ということ。そう、再来年かな。再来年か。ああ、来年、来年かね。2024に卒業ですね。2024。そうだね。再来年か。2023だ。いや、もうええ。ほんまに東大生かよ。いつでもいいよ。23の春に卒業。まあこのままいけばね。そう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 。ということで、もしかしたらまだ卒業してないかもしれないですね。もしかしたら可能性はあるね。ということでね、でも最終学歴としてはひろきは？俺は、うん、ね、高校卒、いや、大学中退かな。大学中退なんや。そう、大学も行ってたんだけど、だから俺の、年だと、はいはいはい、俺の年が、はい、来年卒業、あ、違う、今年卒業なんだよ。今年の、もう、春、今年の春で卒業だから、今4年生の代なんだけど。だから、もう3月には卒業ってこと。そう、卒業、この後。はいはいはい。まあでも俺は途中でね、ちょっと仕事忙しくなっちゃったから、うん、そっちの方で頑張っていきたいから辞めたんだけど、うん、だからそっちになる可能性もあるよ、トンヒョ君。まあ、ね、いやもう挫折して、ね、9年目、10年目になったら、挫折して、いや、なんなら途中で挫折何回か仕掛けたんだけど、まだちょっと粘り強く、じゃあしがみついてる、東大に。だって生ハウスいる時も、生ハウス結構忙しいから、もう、ともひろが、その、大学の忙しいのと、生ハウスの忙しいのが被った時の顔でやばかったもん。だからなんかね、最近見てたら結構ね、また多分生き生きしてる。生き生きしてる。まあちょっと一方に寄せてもらってるし。なるほどね。いやでも確かにね、はい。ということで、まあこんな二人にもね、この企画に挑戦してもらいましょう。じゃあ、題して三河屋さん。はい。ということで、まあユニットを組む、まあ実際に組まないですけど、ということは、うん、誰よりも、なんなら本人よりも、まあ相方のことを分かっていたいもの、うん、ということで、このコーナーはリスナーの皆さんからもらった質問を相手になりきって、例えばヒロキにもらった質問をトモヒロがヒロキになりきってなるほど、ね、でトモヒロにもらった質問をヒロキがトモヒロになりきって答えていってもらおうかなと思ってます。得意よ、はい、得意得意とかあるよ、そういうの。出任せとか適当なこと言うの大好きだからね俺。まあね、でも、まあお互いのねことをどんだけ分かってるかっていうのはこれでバレますから、さっき言ったように。バレるね。そうだね、そうちゃんと頼みますよ。俺マジで変なこと言ったら後でもう本当にちゃっと言うんで、俺そういうこと言われるとマジ考えちゃうからやめてほしいわ。まあね、でもまあまああんまり気負わずやってもらえたらなと思います。じゃあまずひろきになりきったともひろへの質問いこうか。あ、いいね。あ、これになりきんのね、うん、これっていうのこれね。まあでも聞いてる側すごい楽しいよねこれ。あ、そうよ、うん、だから結構ね自分と合ってるか合ってないかとかもね考えながら聞いていただけたらなと思います。オッケーオッケー。はい、ということでそれでは身代わりアンサーいってみましょう。まず最初の質問、相方の、まあ、ひろきのですね、違うな、ともひろのか、ともひろの第一印象を教えてください。ともひろくんは、お、東大生ですごいかっこいいです。なるほど、どういうところがかっこいいと思うの？やっぱり、なんか勉強もそうだし、うん、なんかね、なんか優しいんですよね。お、みんなを包み込んでくれる優しさがあります。ああ、なるほど。僕は感じたことないですけど、次行ってみましょうか、じゃあ。ね、後で見返したとき、どんな気持ちになるか、自分でね。次。石橋宏樹くんの座右の銘は異彩を放つですが、普段から取り入れられる異彩を放つ方法はありますか？異彩を放つが座右の銘なんだ。なりきってください。なりきってくださいよ。なんかちょっとまだ2個目だから。2個目だよ。早いよ。異彩を放つのね。うん。もう今の時点で全然放ってないわ。うん。うん、しっかり考えて。うん、さあ、こっち見たって出てこないからさ。ひろきになりきってね、答えてくださいよ。うん、やっぱり普段からこうコンビニでおにぎり買うときも。5人5人もう異彩放ってるな。おにぎり放つときも。おにぎり放つ。おにぎり放つ。お前。コンビニでおにぎり放つなよお前。おにぎり、あ、おにぎり出るんだ。おにぎり払、おにぎり買うときもみんなツナマヨとか行くと思うんですよ。うん、僕絶対塩おむすび行きます。いや、まああんま一切払ってないよ。なんなら一番シンプルな普通のやつやな。まあでもこれからも応援してます。最後に一言添えられてるから。はい、ありがとうございます。うん、はい、じゃあ3つ目の質問、自分の一番好きなところはどこですか？見た目でも中身でも。あ、これはわかる。あ、ひろきです。僕が一番好きなところはこの顎のラインです。顎のラインがね、はい、シェイピーでね、僕すごい好きなんですよね、自分。シェイピーなの。ああ、なるほどね。顎のラインなんや。顎のライン、ね、結構俺ひろきと一緒にいるけど、まあ聞いたこと初耳かもしれないですね、うん、それに関して。うん、うんうん、でもまあらしいですよ。はい、じゃあ次、自分自身を4文字熟語で表すと、ごめんなさい、
自分自身を4文字熟語で表すとしたら何ですか？あ、これはね、はい、顔面最強。顔面最強です、ね、なるほど。僕はやっぱりね、もう、はいはい、顔面かっこいいから、おキューティーなこのフェイスにこの女性たちをねキュンキュンさせてるんで普段から。ああ、なるほど、はい、じゃ顔面最強ということで。人のこと言わないでほしいな。なるほどね、はいはいはい、聞こえてないからね俺、はい、天の声。じゃあ最後、これだけはボーイズメンバーに絶対負けないことありますか？これはもうすぐ出てくるよ。あ、もうね、ね、すぐ出てくる。体脂肪率。おお、体脂肪率はね絶対負けないと思う。なるほどね。はい、ということで終了です。まあ本物のヒロキどうでしたか？なりきりてた？いやね、うん、なんか俺すごい火傷した気がするわ。うん、確かにね、うん、なんかね、うん、あんま結構トマヤ君いなかったらおもろくなかった、うん、いやいやいや、やめろよそういうこと言うの。いや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 、でもまあまあまあ、こっからがね本番ですから。まあね、そうね、いやもう任せてよ、得意だからさこういうの。いやいや、まだ無駄力ない。違うのよ、違うのよ、リアルアンサーをねちょっと聞いて。あ、リアルアンサー、こっちまだ、はい、このまま終わってたらやばいやろお前。リアルアンサー、はい、ということで、うん、じゃあね、ヒロキ、まず相方の第一印象を教えてください。だからトモヒロの第一印象ね。第一印象はなんか、うん、顔が結構ふっくらしてて、うん、可愛い感じの、はいはいはい、あの穏やか系の子かなとは思ってた。だから話してみると結構、はいはい、鋭く突っ込んでくれるから、はいはい、俺結構ボケたいのよ、はいはいはい、だからレッスンとかでも、うん、なんか適当なことを言うとすごい突っ込んでくれるから、うん、なんかストレッチとかしてて、あ、トモヒロ君トドみたいですねとか言ったら、お前みたいになるから、る、そういうの結構好き。あ、そういうくだりがあったんやね。結構ね、そういうくだりがある。2人の間ではあるあるある、あったんや、うん、あったね、トド、 あったんや、うん、ガチでトドって言われてあんま覚えてないけど、ね、言われた気がする。あんま覚えてないよ。すごい言ってくるな、うん、そうなんや。マジか。うん、そんな感じ。なるほどね、うん、じゃあまあこれは違うと。うん、なんて言ってた？え、あの頭良くて、うん、優しくて、うん、人を包み込んでくれそう。包み込むってとこで俺ちょっとゾッとしたわ。違う、自分でそんなん言えると思って。違いすぎてね。いや、うん、いやでも半分合ってるよね、優しくて、うん、まあ包み、優しいとも言ってないけどな今、うん、まあトドとしか言われてない、うん、大事ですよトド。まあ確かに太ってたからな、うん、あの時。なるほどね、うん、じゃあ次、石橋宏樹くんの座右の銘は異彩を放つですが、うん、普段から取り入れている異彩を放つ方法はありますか？これね、はい、でもね、なんかまあ結構あんまそんな意識してないんだけど、なんかそんな普段からこうしようあしようって、うんうん、でもなんかちょっと変わったことしたいみたいなのでこの座右の銘にしてて、はいはいはい、ファンの皆さんそれを知ってくれてるんだけど、うん、コンビニつながりで言うとなんだろうな、コンビニつながりで言うと異彩を放つ、でもレジ袋、はいはいはい、先に言う、レジ袋いらないですとか。うわ、俺もそう。あ、払ってないわ。いや、全然払ってない。効率の問題やろそれも。聞かれてからさ、うん、温めますかとかさ、うん、全部聞かれるやん、うん、でもそれってさ大変じゃん、その店員さんはさ、いちいち全部聞いて、うん、袋とかなんとかとか言うから、先に温め大丈夫ですってのと袋くださいっていう。でもあ、ポイントカードないですとか言っても聞かれる時もあるけどね。いや、確かにあるわ、あれうざいわ。うざいとか言うな、うざいとか言うなさい。うざいとか言うなお前。まあ確かにな、ともひろ効率人間やからな。俺も最初に全部言うわ、袋いりません、うん、カードないです、温めてください。結構いいこれは。まあコンビニの店員さんには多分ね、いつも踏んでる手順があるから、うん、多分聞いちゃうやろね、たまたま。はいはい、なるほど。じゃあまあ普段のちょっとどうでも異彩放ってるかそれ。そうね、むずいね。コンビニ良くなかったもんね。コンビニが異彩放ってないもんだって。なんか異彩放ってることないの？ね、そうだね、でもやっぱ俺はネイル好きだからしてないんだけど、今、まあ、今してないからちょっと渋ったんだけど、でも結構そのネイルとかをする男の子が少ないから、まあね、それをね流行らせたい俺は。ああ、流行る、もうこのボーイズの中でも、はいはいはい、結構勧めたらやってくれる子とかいるの。安宗とかさ、安宗くんとかやってたりするんだけど、たまにね。だからネイルはねしてほしい。だからな、清潔感出るし、うん、なるほどね。じゃあともひろくん やってくれたら、うん、何色がいいかな俺。ともひろくんはあの黄色と黄色を一色とかにして。あとは好きな色とかあるんですか？青青か。あ、じゃあ青だったらもう完全に全部青。
あでもそのビビットな青じゃなくて、うん、ちょっとマットな感じの質の青だと控えめでいいかもしれない。ちょそれもなんか仕事できる感じも見えます。まあとりあえず爪から異彩を放っていくと。爪から異彩を放っていく。なるほどね。はいはいはい。爪からね。じゃあ次、自分の一番好きなところはどこですか？見た目でも中身でも。これはさっきともひろ顔って言ったっけ？顎か。顎のなんかシャープネスみたいな。シェイピーな。シェイピーな顎とか言ってたけど。シェイピーな顎は行ったことないし、自分の顎に関して何か感想を持ったこともあんまないかもしれない。あ、そうなんや。うん、どこなんですか？でもね、好きなところで言うと、うん、まあ、嫌いなとこでもあるんだけど。おお、難しいな。そう。いっぱい食べれるのよ、うん、ご飯を。俺食べるの大好きだから、うん、めちゃめちゃ食べれてイカ水だから、うん、そのともひろくんみたいに太ったりとかしないのよ、うん、おいでなんかその寝たらなくなるのよ、うん、お腹がすごい丸くなって、はいはいはい、寝たらなくなるイカ水だから、うん、ってのはすごい好きっていうか、うん、いいなって思う時もあるんだけど、うん、今はね、今はこういう仕事してるから思うんだけど、うん、昔とかは部活やってる時とか、うん、もう体重増やさなきゃいけない時とかは本当に嫌いだった、辛かった、ね、太れないから、はいはい、食べても食べても、はいはい、ああなるほどね、うん、そういう感じなんや、うん、見た目とかではないのね。見た目でも、あでも他の子と結構違うっていうか、うん、なんかその、はいはい、よく言われることは、はい、まつげ長いねって言われる。ああ確かに、うん、はなんかメイクさんとか初めてメイクしてもらう方だと絶対言われる。いや 100% 言われる。マジで長いし、マジで結構太いもん、うんうん、でもこれも好きだし嫌いでもある。あ、そうなんや。そう、もう雪とか積もるのここに積もない。いやそんな、お前どんだけ雪降ってで、ちゃんと寝癖とかつくの、まつげ。へー、下向きで寝るからさ、俺結構よだれたらしいね。よだれたらしい。それも今日はやめようよ。今日俺の出方の話はやめよう。はい、じゃあ次、自分自身を四文字熟語で表すとしたら何ですか？四文字熟語か。四、うん、文字熟語って俺分かんないんだよな、難しくて。ちょっと顔面最強って言ってたけど。ああ、もうそんな感じでいいんだ。漢字だったら何でもいいみたいな。まあまあまあ。ああ、なんだろうね。むずいな。これ聞いてる時に考えとけばよかったな。だからまあ、なんやろうな、異彩放出とか。でも放つでさ、絶対さっきおにぎり放つって言われたからちょっと嫌なんだよね。放つって言葉が意味わからんすぎる、おにぎり放つって。しかもコンビニの。でもね、なんだろう、なんかこうニュアンス伝えるんでいい感じの感じで作ってもらえます？あ、わかる。明るいでしょ、うん、結構明るくて声が、うん、あ、声量がある、声量がある感じの、パワーある感じで、うんうん、で、嘘がつけない、嘘つかない、嘘はつかない、自分に正直っていうか、自分には嘘ついても周りには言えない、嘘がつけない、素直な子、うん、結構いいとこ出てるね。あと何個あんの？あと6個ぐらい出すから。いやいや、なんかある？とりあえず今の材料調理して、うん、東大生7年7年間の東大を凝縮して、もうあれいいんじゃない、もう明星正直でいい。明星正直、明星ってどういう明るい声。ああそういうことね。あ、いいやいいやいいや、なんかバカじゃねえ。じゃあそれで名声正直で、はい、行きましょう。じゃあ最後の質問、これだけはボーイズメンバーに絶対負けないこと。これはね、はい、さっき何、体脂肪率だっけ。体脂肪率か、うん、体脂肪率はでも結構ボーイズスタイルいい子多いからさ、正直、まあ、でも確かにルカとかもめっちゃ遅いな。しかも俺より身長も低いし。待って、ちょっと待って、1個言っていいですか、ボーイズトークって、はい、下ネタ OK でしたっけ。ボーイズトーク下ネタ OK ですけど、カットします。あ、カット、これカットか、そうできます。今のはでもわざとじゃないよ。確かに急にすごいアピールがすごいのよ。確かにでもね、イサイ放とうとすんな、お前。こういう番組イサイ放たないあかんから、これね、ちゃんとこれ仕事で聞けるからさ。危ない、はい、前代未聞になるとか言って。まあでもルカ君、はい、俺より身長も低いし、はいはいはい、確かにそういう面では絶対に勝ってるとは言い切れない、うん、だからそれで言うとこれね、うん、今日の部屋入ってきても思ったかもしれないんだけど、うん、誰よりも絶対に声が高い声が出せる自信がある。あ、それはそうだな、うん、確かに絶対。だからもうここでは今出せないけどね、ラジオ聞いてる人が。からもうこの企画なくなっちゃうかもしれないから、うん、今日やれないけど、うん、
まあ、そういう高い声と か,、うん、かそれこそアンプリとかで翼くんと役やらせてもらってるから、はいはいはい、そういう配信に来てくれたら、うんうんうん、あのね聞けるこのね耳壊したい方はちょっと、ね、食らいたい方は来てくれたら、はいはいはい、うん、なるほど。じゃあまあ高い声ということで、高い声、はい、ということで、うん、まあね今リアルアンサー聞いてきたんですけれども、うん、正解率、うん、これねゼロじゃない合ってたやつあった、なかったよね、まあ、俺の印象とかまあ間違ってたよ、それずっと言うやん、全然間違ってた、トドでしか言ってないやんトドでしかないやんもうちょっとあったよね、トドって言ったら正解だったそれ後半だったよね、トドって前半ちゃんと褒めてくれてた気がするんだけど、いやふくよかなトドっつったよ俺だとしたらふくよかだけ、まあ、ちょっと今回、5問中正解率ゼロということでなるほどね、まあ、逆をね頑張っていただきたい、ぜひ、あそうね、はい、ちょっと頼むわということで、じゃあ攻守交代でいきましょうか、じゃあともひろになりきったひろきへの質問をいってみたいと思います、はいはい、それでは身代わりアンサーいってみましょう、最初の質問、はい、低いな声、好きな日本映画は何ですか、田中ともひろです、お好きな日本映画は、うん、オレンジ。何やオレンジ。オレンジって。ああ、あれね。僕、恋愛映画大好きで。いつも恋愛映画見ながら、日々研究を重ねてるんですよ。あれやろ、山崎賢人さんと土屋太鳳さんの。そうです、そうです。ああ、なるほどね、はい。君に届けとかも好きです。ああ、なるほど。ピュアな恋がしたいな。勉強の合間に。はい。見てると勉強しながら見てます、ああなるほどね、どっちもできるんでどっちもできる、はい、なるほどね、はいはい、まあ勉強しながら恋愛の勉強もしていく、恋愛の勉強も、なるほど、はい、はい、じゃあ次行ってみましょうか、自分が思う相方との共通点、これですね、うん、いろいろ考えたんですけど、うん、まあひろきくん、うん、ひろきくんとの共通点はでもひろきくんはなんか結構まあ、頭はあんまり強くは強いっていうか、まあ、弱い感じなので、はい、共通点がちょっと皆無かなと、あ逆に、はい、ひろきくんのなんかこの明るい元気な子なんで、はい、僕なんかもうそんな全然明るくないから、でも多分カレーライスは好きだと思います、じゃあカレーライスってことですか、カレーライスですね、ああなるほどね、はい、な前振り長お前あやばいじゃあ次、今行きたい海外の国はどこですか、はい、その理由も、海外の国ですか、はい、海外の国はですね、うん、僕韓国に一度行きたいなと、思っておりました、なんでなんですか、これ意外に思う方もいらっしゃるんですけど、僕さっき恋愛映画が好きって言ったじゃないですか、はい、めっちゃ好きやん、うん、実は日本の映画より、はい、韓国の映画の方が見てるんですよ、恋愛映画、韓国の恋愛映画はすごい、うわ絶対じゃあ愛の不時着見てたでしょ、愛の不時着はすごい愛の不時着もすごいし、はい、椿の花咲く頃とか、はい、あとは恋のゴールドメダル、キム秘書は一体、はい、キム秘書は一体、なぜ、はいはい、サイコだけど大丈夫、もうどんどん出てきます、ああなるほどね大好きなんです、だから僕は韓国に行って、はい、韓国で、うん、素敵な恋を実らせたい、いやなるほどね、聖地巡礼とかではないんや、もう僕は帰ってきます、撮影地帰ってきませんよなるほど、はい、はい、じゃあ次、はい、田中君といえば東大生という優れた頭脳の持ち主ですが、そうですね、この人は頭がいいなと思うメンバーはいますか、この人は頭がいいな、はい、ああなるほどね、はい、まあちょっと上から目線になっちゃっても申し訳ないけど、はい、ああ友也かな、お、まあ、僕ですか、トモヤは頑張ってると思うよ、はいはい、上から見ても、いやーでも僕最終学歴高卒ですけどね本当に、はい、それはちょっとでも僕学歴とかで人判断してないから、あなるほど、ね、やっぱりね、うん、こんだけ喋りやすい環境を作ってくれたのはすごい嬉しいよ、うん、なるほどね、頭がいいよ、はいはい、ありがとうございます、うん、じゃあ最後の質問、うん、自分を絵文字で表すなら、自分を絵文字で表すなら地球かな、地球、なんで、いやもう僕そのものを中心に地球は回ってると言っても過言じゃないから、ああ地球で特にあのここの日本と韓国が映ってる地球、ああアジアを映してる地球の絵文字が一番適切かな、ああ、いやそんな絵文字あったっけな、うん、まあなるほどね、はい、ということで終了でーす、ともひろどうでしたかすごい、むせちゃってるけど、うん、普通むせんのひろきやね、ずっと低く声出してから、そうなんや、
なんでトモヒロがむせてんの、喋ってなかったのに一言も。一言もじゃない、ずっとキャラ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 楽しそう笑ってる。じゃあ、まず最初の質問ね、リアルアンサー聞いていきたいんですけど、うん、好きな日本の映画は何ですかって。これはいや、好きな日本映画ね、はい、あのいや確かに映画も好きなんだけど、うん、え、一番じゃなくてもいいのかな。まあでも一番が気になるんじゃないですか。一番はあの南極料理人っていう。あ、そっちか。好きで、そっちなん。候補にあったみたいな言い方したけど、あったんか。マジかよ。なんか南極大陸にこう、はいはいはい、行くこうチームみたいなのがあって、うん、こう日本ので、ね、なんか 2年ぐらいこう一緒にこう生活してて、うん、その中にいる料理人がこう、はい、視点のこう物語。あ、めっちゃご飯が美味しそう。あれね、俺、めっちゃ美味しそうで。知ってる、知ってる、知ってる。あのね、トドと出会うんだよ。トドと出会って、もう親友みたいな、マジパートナーになってくっていう物語なんだけど。ちげえよ。ということは？出てこねえよ、トド。まあ、その映画が、まあ、面白いと。でも確かに俺も恋愛映画を見たくなる時期が、ああ、こうあの季節のこう変わり目ごとに来るの。あ、なるほど、なるほど、ね、この間までちょうどあったその期間。なんか見た？ね、それこそ君に届けは大好きだし、あ、そうなんだ。一番好きなのがあの可能嘘。ああ、はいはいはい、彼女は嘘を愛しすぎてる、愛しすぎてるみたいな、あれやばい、嘘を愛しすぎてる、はい、あれが大好き。あれ3回見た。いや、3回見たのに題名覚えろよ。あれやろ、あの佐藤健くんと大原さくらくちゃんの。そう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 、やばい、あれあれやばい、あれ大好き、やばい、大好き、あれ熱かったね、確かに。俺らも月島やからな、あれ豊洲っていうか月島舞台やから。そうなんだ。あ、そうなんや、たまんないよあれは。あ、でもそういうのを考えて確かに見たことなかったけど、うん、なるほどね。まあまあまあ、じゃあまあ、うん、どうしようかな、三角ぐらいにしときますわ。 0.5 点ぐらいだね、0.5 で。俺は結構好きだよ、はい、なるほどね。じゃあ次、自分が思う相方とのこれやっぱ100中よ、もう、うん、いや俺これね、マジで思ってたこと一緒だよね。なんて言ったっけ。いや、ない、あ、ないないくて、しいて言うならカレーライス。カレーライス。いや、俺もなんか、わかんない、中華とか好きかな、くらいの。なるほどね。そう、食べ物だったら好きでしょ、みたいな。まあ、え、共通点なんやろうな。なんだろうね。で、めっちゃ、おふってる時の、なんだろう、こう、一人で、こう、いる時のなんか、放ってるオーラにちょっと似てる気もする。ああ、確かに確かに確かに。自分にこう、ギューってなった時。はい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 、はい。パーンじゃない時。確かにね、確かにね。たあと多分一人でも全然入れるタイプだと思う。一人で楽しい、なんか趣味の時間とか、一、はいはい、人の時間とかも全然、だからその楽屋とかでも、はいはい、別にみんなとわちゃわちゃするのも好きだけど、一、はいはい、人でいても別にその時間の過ごし方ができるみたいな。なるほどね。はいはいはい。うん、まあまあ、じゃあいいんじゃないですか、これは。うん、はいはい、よし。じゃあ次、今行きたい海外の国はどこですか。その理由もということで。いや、俺これ。違うんだよね。韓国じゃない。そう。え、どこなんですか。俺スペインに行きたい。スペインだよ。そう。え、なんで？なんで？スペインまずサッカーと、はいはい、あと地中海の海に行きたくて。うん、なんかなんとかなんかこういっぱいあるらしいのよ、島とかも。はいはい、そこの、うん、俺あったかいとこが好きだから。おお。あったかいとこ行ってサッカー見て、なんかこうビーチとかでちょっとお酒飲んでみたいな。はいはいはい。こう普通にバカとしたいってこと。そうそうそう。でもトモヒロ、そのスペインは行ったことないかもしれんけど、うん、行ったことある国結構あるんじゃないの。あ、多いね。30カ国ぐらい。え、韓国は行ったことあるの。それすごいよ。いや、ないないんだ韓国は。韓国ないんや。行きたいと思って。でもその、あのイテウォンさめっちゃ好きだった。あ、はいはい、あ、惜しいな、イテウォン行っときゃよかった。いや、じゃあ言ってたら三角とかないから。あ、そうなんだ。イテウォンはね、だからイテウォンには行ってみたい。あーね、イテウォン行ってみたいな、確かに。なるほどね。韓国でもほぼ日本と一緒じゃん。いや、そんなことないよ。いや、それはでも絶対ないよ。韓国好きの女子生からしたら、うん、もう今日やばいよ。違うよ。だからまだあんま知らないのかもしれない。調べたことないから、今日。まあまあね、韓国はね。そうそうそう、うん、まあでも確かにね。行ってみたくはあるけど。30カ国ってすごいね。すごいな。そうね、意外と行ってた。いや、それすごい。俺日本から出たことないもん。いや、俺もない。あ、あるわ。あるんかい、あるんかい。思い出した。え、でもどこが良かった、一番。一番でもいいなって思ったのは、うん、カナダの、なんかカナダになんかアメリカにいるときにカナダになんかこう、うん、スキーしに行った。はいはいはい、はい、絶対綺麗じゃん。超綺麗で、山。スイスの
キーもすごかったんだけど、スイスとかカナダってめっちゃ綺麗って言いますよね。超綺麗、なんかアルプス山脈みたいな、この中のなんか標高4000メートルとかでスキーするね。もうレベッチみたいな。すごい。トドいました、トド。いや、おらんやろ。こんなにトド滑らんやろ。いねえか。トドも実際滑ってた。トドってどこにいんの？トドヒロやん、じゃあ。トドヒロも、トドヒロいいな。今日生まれちゃったよ。トドヒロ気に入ってるけど。これあれやからね、俺らこれノリで冗談で言ってるよ、これ。聞いてる人冗談じゃないかもと思って、俺ら結構叩かれる可能性あるからね。今日危ないよ。やめよ。いろいろ燃える。やめよ、もう。本当に。嫌ですよ、俺、ボイズトークでもう、俺が叩かれるんだよ。はい、ということで、次。田中君といえば東大生という優れた頭脳の持ち主ですが、この人が頭がいいなと思うメンバーはいますか？うん、いや、これは確かにちょっと上から目線ってマジ恐縮なんですけど、いや、俺も、友やないよ。あ、マジっすか？来たこれはね、見た瞬間に思ってた。ええー、いや、っていうのも、はい、なんか一緒に住んでたじゃん。はいはい、はい。彼はね、すごいカリスマ的ななんか頭の良さ。あ、系統が違うんだ。いや、なんかね、そう、はいはいはい、なんだろう。いや、しかもこう別になんか将来設計と か、うん、なんか中長期的な計画とか、うん、短期的な計画とかも全部こうやりながらかつ人を引っ張っていくみたいな。なるほど、なるほど。細かいとこも気遣いながら、ね、周りも見えるっていうなんかね、最強の能力。そうなんですよね。だから気持ちよくなってるやん。今ももう喋りながら組み立て組み立てで、この先のボイストークも組み立てながらやって、時間も見ながらやらせてもらってますけども。あ、なるほど、ありがとうございます。じゃあこれ正解ですね。正解だね。 ありがとうございます。あ、やった、これもう気持ちいいね。もう毎回聞いた方がいいかも。この質問毎回聞いた方がいい。毎回聞いた方がいい。あの、ともひろになりきってもらって聞いた方がいい。他の子やったら別の出てくる。確かに。ということで、最後、自分を絵文字で表すなら。これ考えたことなかったんだけど、はいはい、でもパッと出てきたのは何なんですか？え、地球。それガチ？これガチ。嘘。ガチ。俺さ、あの、ツイッターってさ、現在地のさ、とこ、あるじゃん。あ、ありますよ。俺、あそこ地球ってしてんのよ。で、なんでかっていうと、うん、なんか、本田圭佑さんが僕大好きなんだけど。っていうか、会ってたよね。あ、そうそう、そう、うん。大好きで、なんかその、はい、師匠って一応こう、うん、心の中で思わせてもらっていて、うん、なんかその人、圭佑さんも、アースって書いてる、そこに。ああ、俺はそれを真似して地球って書いてる。意味は分かった。俺はその地球にいるみたいな、別に場所は関係なく、はい、英語か日本語かの違い。あ、そうそう、俺はもう地球で生きてるみたいな。え、俺めちゃめちゃ正解率高くない？結構すごい。でも、しかも、あの、難しい問題当ててるね、うん、いや、もっと分ければよかったな、はい、ということで、まあ、正解率なんですけど、うん、5分の 3.5 かな。おー、ほぼじゃん。まあ結構いいよ、これ。これ今までこういう、この企画で、うん、こんだけ点数叩き出した人いました？全然いるよ、それ。あそれはね、それは全然いるよ。言わなきゃよかった。本当にね。まあ4以上当たったらすごいかもね。うん、4、5はあんまりいいんかも。でも 3.5 はね、いるけど、うん、でも、絵文字で表すならとか、あと何やろ、まあ、相方との共通点がないっていうところとかに関しては、まあ結構ね、確かにね、いい答え、難しいところ行ったね、縫ってって。いけてたんじゃないかなということで、うん、まあ、身代わりアンサー終了ということなんですけど、うん、まあ、2人の、はい、正解率を足してパーセンテージにすると、うん、チーム東大の相性は 35%、うんうん、おお、よくないよ、なんでそんないいみたいな感じの。全部俺よ、うん、全て俺、まあ、0と 3.5 0と 3.5 で 35%、 35% でした。はい、ということで、まあ、まあ、2人がね、今後別に何かしていく、2人で何かしていくっていうことはないかもしれないですけど、うん、まあちょっとね、何かやりたいですけどね。まあだから今日あれですよ、視聴者さんにそんなに仲良くないっていうのが伝わった。いやいやいや、だから俺は努力したよ。だからヒロキは一方的に結構ともひろ好きやけど、ともひろはあんまりヒロキに興味ない。興味持ってなかったともって言われてんだけど。いや、まあでもね、はいはい、そう、確かにあんまりこう中身を聞いたことはなかったかも。あー、まあ、会話はするけど、そうそうそう、うん、その場のなんか関わりはすごいあるんだけど、はい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 、確かにちょっと今度ご飯でも。その会話大体仲いいやつしいひんねん。飯行こう、飯行こう、飯行きます。まあね、はい、ということで、まあ、もう少しボイズトークお時間があるということなので、はい、皆さんからいただいたメッセージを少し、ね、やっちゃう、答えていきたいと、やっちゃう、はい、思います。じゃあ最初の質問、はい、ニックネーム奈々さん、ありがとうございます。ありがとうございます。元気やな。福井くん、田中くん、バシコくん、こんばんは。
毎日とても寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか、うん、私はおでんが大好きなので、今年もこの季節が来るのを楽しみにしてました、うん、そこで今回皆様に一番好きなおでんの具をお聞きしたいです。ちなみに私は白滝推しで、卵、大根、牛すじも大好きです。まだまだ寒さの本番はこれからなので、皆様おでんを食べて温まってくださいね、ということで。いやー、いいね、はい。ちなみにおでんは好き？好き。お、トマイくんも好き？好き、好きですよ。俺も大好き。うん、みんな大好き。まあまあ、幸せでしかない。幸せでしかないな、この質問。これはね、僕、うん、結構もう決まってて、うん、よく昔サッカー終わった後に、うん、友達と、うん、冬にローソンに行って、うんおでんを食べてたんですけど、うん、うどんがもらえるんですよ。うどんが、多分100円とかでうどん入れてくださいって言ったらうどんを入れてもらえて、あ残ったつゆとかにね。そうそうそう。うわおでんの中に。でそれをね昔めっちゃ食べてたんで、うん、まあ具で言うと、まあ、卵が好きなんですけど、うん、卵とか大根が好きなんですけど、卵大根美味しいな。でもコンビニのそのなんて駐車場みたいなところで自転車に座りながら、うん、そのねうどんを食べたっていうのがあったんで、まあ、僕は ねそうですねうどんが一番好きというか、うん、なんか青春な感じがしますね。なるほどね。2人ありますか？俺はね、はい、俺白はんぺんが好きなのよ。白はんぺん、うわ、俺ちょっと分厚い、はいはいはんぺんあるじゃん。ちっちゃい頃好きだった、うん、ちょっとあの色を染み込んで、そうそうそう、やばいね。俺なんかちっちゃい頃さ、お金ないじゃん、はい、もう中学生に、はいはい、あれ一番大きいじゃんボリューム、なるほどねあれが好きだった。もっと腹膨れるんじゃないの？溶けちゃうけどね、食べたらもうすぐこっちから。美味しい、ね、あまあ美味しい、ね、美味しいよね。でも俺もそれで言うと、はい、このちっちゃい頃とかの話してるから、はい、俺はね中学生の頃におでんにハマってすごい。でそれこそ部活終わった後とかにコンビニでトマイクみたいな感じで食べてたんだけど、はいはいはい、その時から一番好きなのがロールキャベツ。あめちゃめちゃうまい、セブンイレブンの。ないわ。いやマジでうまい。えそうなの？セブンイレブンのロールキャベツはめちゃめちゃ美味しくて。確かにないとこはないよね、多分ないコンビニはないですね。確かにな。でもなんか大人になると結構変わってくるよな。これそれこそこの卵、大根、牛すじとかもさ、確かに熱燗とかでさ、最高や冬、それやったことないよ。たまんねえよ確かにイメージしただけで美味しいもんな。うまい、何でも合う。なんか確かにな、ハイボールとか熱燗とかも、だし折りね、だし折り。だからまあこの3人でちょっとどっかでねおでん食べに行きたいですね。でも屋台とかでさ外のあいいね、あのちょっともうちょっと隙間風入ってなんかもう上野とかにあるそうじゃない？うわいいね、はいはい、それやろう。いや行きたいですね、うん、はい、ということで、次の質問、はい、ニックネームゆうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんに質問です。ひろきくんとともひろくん、お二人ともともやくんと一緒に暮らしたことがありますが、はい、俺しか知らない福井ともやはありますか？またハイチロハウスとボイズ寮、生ハウスで暮らしに違いはありますか？なるほどね、これ俺らならではの質問だね。いやそうよ、うん、結構どうなんですかね。どうだろうね、まあ、ハイチロハウスで言うと、はいはいはい、その暮らしの違いで分かんないけど、うん、生ハウスも結構見てるんだけど、うん、でも、はい、なんかね、ともやくんが今生ハウスだとさ結構さ、うん、あの先輩っていうかさ、うん、下の子たちみたいな、うん、そうね、そうね、そう可愛い後輩とともやくんがなんか面倒見てるみたいな感じだから、うん、ハイチルハウスは違うんですよ。え、そうなんだ。ともやくんがまあリーダーなんだけど、はいはいはい、真ん中だからさ年が、まあ、上に兄ちゃんが2人いたわけですよ。あ、そうかそうか。だからね結構ねこのしっかりしてるともやくんだけじゃなく、うん、ちょっとね甘えてる。そうなの。ともやくんも見て結構ね可愛いんですよ。それほんま見たことない。まあでも僕もともとが弟なんで、多分ねどっちかというと気質的には弟側なんですよね。そうなの、ね、はい、感じたことないわ、生ハウス。本当に。いやでもともひろに甘えへんやろ、同い年でともひろとタイガに甘えてたら気持ち悪いやろ。ともひろタイガとか、なんかそういうとこでね、あの一緒に飯行こうやとかさ、あの上の子とかと一緒に行ったりとか、まあでも結局ハイチロはね全員で行っちゃってたから、まあ確かに、だからともやくんならではってよりかは、まあまあまあ、まあ、量の違いかな、そこは。でも確かに生ハウスでは見れない僕かもしれない、うん、そういう見れないね、はいはいはい、じゃあ逆に生ハウスはね、だから、うん、いやでもだから普段はしっかりしてるからさ、それはまあ、あの見てくれてる方はもしかしたら見てるかもしれないんですけど、うんうん、意外とその5時ぐらいに
この前忙しく寝てさ、うん、こう朝起きてくるタイミングがかぶったりすると、うん、なんかねすごい格好で、うん、なんかもうパンツ一丁とかね、あーそれはねちょっと違うわあのね、はい、もう髪もさなんかすっごい寝顔あの寝癖寝顔髪にも寝顔がなすごい寝顔でなんか歯がーってさ、はい、なんか泡ここまみれあのそれで言うと、はいはい、全然あいつよりよからだからあーやっぱそうなん違いではないなまあまあまあずっとよそうですね、まあ、確かにそれはずっとかもしれないだから、うん、上羅とかでヤマトに会うとなんかヤマトもちょっとあ見てあかんもん見てしまったみたいな雰囲気最初はあったねトマイ君から自然だもんなそう俺からしたら別に自然やねんけどやっぱヤマトとか後輩からしたらあやっぱ今見てあかんのかなっていう感じは最初はあったね、うん、上羅はまだいけるな、うん、パンイチやん、まあ、パンイチは別にいい究極体はいいんですよ別に究極体パンイチでパンイチで部屋でフリー覚えとかしてるから動画見ながらそういう動画もありますねそう伝説の動画があるんだちょっと出せないです出せない一生出せないあれはまあでもなんかそうですね2人も僕と一緒に住んだけど、うん、でもなんかねひろきとかもともひろもそうだけど多分みんなが思ってるよりも、うん、なんていうのね楽しいというかうん寮とかもさあ寮生活とかね確かに見てる子は、うんうん、1人の時間なくて大丈夫とかそういう質問来るけど、うん、結構面白いねめちゃめちゃおもろいねいらんないね別に1人の時間、うん、意外とね別に、うん、寝る時とかそうそう普通に全然1人の時間はあるし その上で寂しくないもんなそうそうそうだからねとした時に俺最近の悩みが、うん、こっから俺逆に一人暮らしできんのかなるほどね静かすぎてね家がそう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 、まあ、できるんやろうけど、うん、ちょっとなんか寂しいなって何ヶ月か思うんやろうなっていうのは思ってますね、でもそれやったらさ、うん、するときさ一緒のマンション住もうやんいやそう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 いうのやりたいね各フロアに誰かいるそうそうそう近所とかにさ確かに住みたいないいねいいねいや確かにねそしたらすぐ会えるし確かにご飯だけ食べて帰るとかもできるからちなみにさトムヤさいつも夜飯さ、うん、なんかラーメンに野菜炒めのっけてお稲荷さんと黄色いジュース飲んでんだけどさそれも昔からずっとそうなんだ黄色いジュース野菜ジュースやろあれそうそうそうあれしか飲まんのよトムヤ君野菜ジュースはなずっとあれしか飲んないずっとあれでももっと買ってきゃいいのにさ毎回2個ぐらい買ってきてそう2個ずつぐらいねそう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 あれが楽しいまあでもねあれも結構お金かからないですからやっぱりね いつになってもああいうやっぱご飯を食べるということも大事にしていきたいということで、ね、はいということで、じゃあ最後にね、まあ、チーム東大生、うん、チーム東大か、はい、今後ね、まあ、どんなユニットになっていきたいかっていうのはあんまりないかもしれないですけど、うん、おのおのが、まあ、ボーイズボーイとして、どうなっていきたいかそして、まあうん、新年一発目ということで、うんまあ、2チーム制が発表されてそうだね初の、このボーイズトークで、うん、まあ僕たちピンクなんですけど、うん、そうだね全員そうなんですよ全員ピンクだ、まあ、今後どういう風にしていきたいか、うん、だからまあピンクとしても、うん、ボーイズボーイとしても個人としても、うん、なんでもいいんで、うん、どうなっていきたいかっていうのをねちょっと聞いていきたいんですけど、うん、まあピンクで、はい、結構ねあのメンバー見た方思ったかもしれないですけど、はい癖が強い。あまあそうだね。個性が強いよね。はいはいはい、今回のボイストークでも多分、はいはいはい、あのおとなしい子はいないじゃないですか。はいはい、この感じおとなしい雰囲気でやらないとかもあるし、はいはいはい、結構個性が強いからそれこそトマヤ君もトモヒロ君も、はい、全然あれやからなんていうんだろうな。まあでもまあね、はい、そのチームの中で、はいはいはい、僕個人的には、はい、こうやって癖の強い人たちがいて、はいはい、俺ももう後輩って言ってらんないなと思って。いやまあそうよ。そうなんよ。俺もチーム引っ張っていかないと。いやだから結構その僕からしたらひろきって一番下っていうイメージがずっとあったけど。そうだよね。もう10代の頃から。でもそれこそピンクで言うとはじめとかが。そうはじめとかね。ひろきも。そうまあ年下とか後輩として入ってきてるから。うん。それを見たときにね、やっぱりみんな立場が変わっていってるんだなというふうには感じましたけど。そうだね。だから俺は、うんはい、そのピンクの中でも、はいはい、もう後輩キャラとかじゃなくて、うん、ちょっと下の子たちの面倒も見ながら、うん、この癖の強いお兄さんたちと一緒に引っ張っていけたらなっていう。なるほどね。思ってます。おお、まあちょっとね、頼もしいですけど。ともひろどうですか。いや、俺もね、だからもう癖強いじゃん。だから本当に全員が、うん、こう自分が一番やりたいことっていうかおもろいことを、うん、なんかやってて。わちゃわちゃしてるけどなんかまとまってるみたいな。それがその先にあればいいよな。そう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 、みんなのそれがチームピンクのめっちゃいいところだなって思うよね。だからまあ個性を研ぎ澄ました先に集まったら
最強やもん。最強というか楽しいアベンジャーズチームになる。俺もだから東大生としてちょっともうちょっとしがみつきながらなんかねその東大生らしいことをもっとやっていきたいなっていう。そうですね。でもなんかいろいろねその東大生だからこそというか友博だからこそ分かる意見っていうのをどん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 、うんうんうん、まあピンクにもボイスボーイにも取り入れてやっていけたらいいかなと思いますよね、うん、この存在感ありがたいからな、ね、いやだって本当にあのラジオを聞いてる人は分かんないかもしれないですけど、うん、トモヒロが着てるこの服がもうちょっとね個性的で、うん、なんか異彩放ってるよね、うん、トモヒロの方が異彩放ってるんじゃない本当に、うん、でもねこれはちょっと違うな違うんやじゃあ異彩っていうかセンスだと思うな、うん、まあ可愛らしいですけどね、はい、なんちなみになんですかちなみにいや可愛いでしょ可愛いです。可愛いです。そんなめちゃめちゃ可愛いよ。全部冗談ですから俺の言葉は、はい、じゃないと燃えちゃうから。全部冗談だから。はい、ということで、はい、ボイズトークそろそろお時間になりました。どうでしたかボイズトーク。楽しかった。楽しかったですか。なんなら俺レギュラーでやりたい。今のともひろがめっちゃギャルみたいやってんけど。楽しかった。たまにギャル味を帯びるよ。ギャル味を帯びる。あ、それは共通点かも。あ俺ギャルっぽいの大好きだからあの俺ギャルっぽいか自分がね自分がギャルっぽくするのが結構楽しいから、うん、ギャル味あるわ自然と、まあ、確かにお姉っぽいよねというまあねはいということで、じゃあ一人ずつ楽しかった最後にあの、うん、ボイズトーク聞いてくださってる方にねあのメッセージをちょっと一言ずつもらいたいなと思いますじゃあ僕からはいいや今日はあのご覧いただきありがとうございましたお聞きくださりありがとうございました、まあ、これからねチームピンクボーイズボーイもっと大きくなっていきたいと思うので、はい、引き続きよろしくお願いいたしますありがとうございましたありがとうございましたじゃあ次僕ですね、はい、まあともひろ君が真面目に締めてくれたので僕はこれからこの今年2022年は、はい、おにぎりを放てるような、はい、修行を積んで、はい、おにぎりを放て食べ物を粗末にしないおにぎりの放ち方を、はい、すごい燃えないようにしてるよ研究して、はい、あとともひろくんの服もすごいおしゃれですし、はい、あとなんだろうあとなんかありました燃えそうなこと、どうどうそう鎮火してからちゃんとね火を消しちゃってから俺は終えたいからトドだねトドもね、はい、とても可愛い動物ですので皆さんこれからも注目していただけるとどこに注目させるの図鑑とか見るのかはいということで、まあね楽しく今回もね放送できました新年一発目皆さん今年も2022年も、頑張っていきましょうということでボーイズトークまた次回お会いしましょう福井智也と田中智博と石橋ひろきでしたバイバーイバイバーイありがとうございました。